はい、それでは続きやっていきます。前回のラストにちょっとショッキングな話が出てきましたね。どうやら友達と書いてたあの Z ですけど、出版社にネタだけ持ってかれたんじゃないかな。で、多分だけどその絵をまあ別人の絵にすげ替えて、でまあ原作も作画もその人がやったってことにしちゃって売り出したと。でまあ二人でね戦ったみたいですけど、まあどうにもならずに、まあ泣き寝入りしてしまったってことなのかな。これ業界のなんだろう、あるあるなんかな。あの私が好きな漫画に田所さんってあるんですけど、田所さんでもね同じような話が出てきたんでね、まあこっちの方がタチは悪いんですけど、まあなんかあるあるなんかな。はい、じゃあ続きやっていきましょう。まあ多分この先に行くしかないのかな。うん、おそらくね、その友達も主人公もそんなにその絵がこう世間的に評価されるタイプの絵ではないんでしょうね。あのコンクールもさ、主人公はブービー賞だったし、友達は入選すらしなかったんでしょ。って考えたら、そのめっちゃうまいっていうわけではないんでしょうね。ああ、seriously、おお、なんか いきなり、あれ。こいつが記憶のかけらになったこと今までなかったぞ、このワニ。え？ついに？ついにお前らが、お前らが記憶のかけらになる日が来たのか？じゃあ触ってなくてよかったのかな？触ってなくてよかったと信じたいね。プレス Y 違うからなんとかしてくれよ。これすごいな、この絵面。入れ歯とワニって。これ、アベリーってこれ名前かな？名前なのかな？このキャラの名前と考えていいのかな？おそらく。うん。多分、芸術家志望のワニってことかな？この感じは。はい。なるほど。それぞれいろいろ、なんか個性があるんですね、それぞれ。こいつはじゃあ何？ハリ、なんかソニック・ザ・ヘッジホックっぽいから、ハリネズミかな？ハリネズミか、ハリモグラ。ピカソ。お前ピカソか。うん。多分このキャラのバックグラウンドにあるストーリーなんでしょうね、これが。あ、だからもしかしたら画家の名前から取ってんのかな？キャラはみんな。あいつは多分 Z なんじゃない？ちょっとお楽しみ置いとくか。で、これは狐かな？うん。まあ、いっか。で、フリーダ。うん。いいアイディアね、フリーダ。でも、お母さんには内緒だよって言ってるのかな？スニークアウトインテリアパンプキンパッチ。カボチャ畑に、スニークアウトだから隠れてるのかな？隠れてんとか、あ、だから、このホブゴブリンに追われてるってことかな？うん。で、多分最後が、Z？ ちょっと暗くて、表情があんまりわかんないけど。サルト博士風の。よいしょ。あ、Z じゃなかった。丸だ。お前丸か。ほう。なるほど。なるほど。別にちょっと分かってないけど。あれ、こいつ Z じゃなかったのか。Z 風の見た目だったけど違うんですね。あれ？なんか、あ、ここ、ここ？いつも扉の前だったのに。ここに来たか。これだよね。なんかウッドストックみたいなやつが中央にいて、
右側になんか変な鹿かワニかわかんないけど、だからこいつはここでいいんだろうけど、こいつ上かな、だからで、こうかな。で、こうか。よし。OK。これでどこが開くんだ？え、窓？え、窓？え？どこ？あ、お前、横たわらされてんだけど、ここどこ？缶詰が、なんだ？世紀末でなんかこうこもってんのかな？そこになんかあるね。そこになんかあるね。ちょっと絵が見づらいな。レンガに描くな。見づらい。はいはい。オッケーオッケーオッケー。こういう絵ね。なるほど。これはどういう、なんかこう、やっぱ、こう、上は核戦争とかで荒廃してて、ここにこもってる。いや、こもってる割には、これは核には対抗できんだろ、これは。全然シェルター感ないしね。なんだこれ。エロい雑誌？なんかマリリン・モンロー的なやつが、なんか、そうだよ、なんかちょっとエッチな雑誌っすよね、これ。まあそういうのに興味を持つ年になってきたか、主人公も。なんか嫌なもん見たな、これ。グランドダッドズって書いてるってことは、これおじいちゃんのコレクションか？おじいちゃんのコレクションなの、これ。まあ、いるけど、結構、そうそう、あの、おじいちゃん、意外とこういう雑誌集めるよね。うん。わかるよ。わかるわかる。わかりますよ。それを見つけてしまった孫の気持ちにもなってみろってことですけどね。あの、じゃあコレクションの一部なんですね。きっとおじいちゃんもっといっぱい持ってたんだな。で、ウイスキーかな？ああ、なんかジャック・ダニエルのパクリみたいなウイスキーですね。ナック・ラニエル。はいはいはい。ナック・ラニエルのウイスキーと。まあ、いいウイスキーっぽいですね。ゴールドメダルってことは。うん。ウィバーラッツ。川のネズミ？ヒルンってことはもしかしたら、こっそり飲んでたのか？主人公は。ちょっと、文面があんまり理解できてないから何とも言えないけど。うん、でも、なんか苦い薬のような味っつってるから、多分こっそり飲んだんだろう。友達と飲んだのか？それか、もしかしたらその漫画の件でグレちゃったかな？そういう可能性もあるよね。これ何これ？あ！メダルじゃん！ん？なんて書いてるこれ？ヴェイラーかな？なんか結構いい賞をもらったかのような。でも、メダルなのかなこれ。なんか違う気もするね。なんか、どっちかというとこう、賞をもらったっていうのもなんかこう、職業柄っていうか、職業を示すようなものに見えるな。あ、だからこれはだからおじいちゃんのもんなのかな多分。さっきから出てきてるあの、エロ雑誌とか、ウイスキーも全部おじいちゃんの私物かな？うん。まあでも子供からしたらちょっとかっこいいですよね、これ。つけてみたいよね。うん。なんだろう、この辺はだからおじいちゃんとの思い出ゾーンってこと？
おじいちゃんが結構主人公のあり方に影響を与えたってことかな。これは切符かな。多分これは列車の切符っぽいですね。2時20分発、7時15分到着。うん。チケットトゥーライドだよね。うん。片道チケットっつってんな。何？家出したってこと？ひょっとして。これがその漫画を奪われた影響なんだとしたら、相当荒れてるよね。でもどうなんだろうな。漫画？漫画を奪われたって話してた時って結構大人になってる気もするんだよね。あの、友達の声の感じからして。だから、その漫画を盗まれる前にこういう飛行に走ってた時なのかもしれないね。うん。人生は一方向にしか進まない。あ、だから後戻りできないよってことだよね。うん。いや。あのね、そう言う人もいるけど、意外と人生ってね、やり直しできますからね。なんか結構さ、悲観にくれる人いるけど、生きてればね、生きてればやり直しできるから。うん。まあいっか。とりあえず、物は集めたんだろうけど、これだって、だから、おじいちゃんの家に関係してる場所なの？ここってもしかして。蔵かなんかかな？そういうとこなのかもしれない。うん。いや、多分、こうだった？違うな、こいつもっと上か。こうか。で、こうあって、こうで、こうだな。よし。適当ですよ、完全に。脚立が合うかなぐらいの感じで揃えてるだけです。ちゃんとあの絵を理解して当てはめてるわけではありません。これは駅か。多分。ん？駅かな？駅っぽくない？Stately opulence, majestic grandeur, the triumph of romanticism over imagination. I mean, you think mankind's artistic ambition peaked with art deco? このなんかよくわかんないさ、ロングコート着た生き物は毎回出てくるけど。なんかそういえばさ、なんか Z ともう一人なんか。だいぶ序盤の方、あの白黒の自分の家が白黒に出てきた時にさ、こいつの名前なんか書いてた気がするんだよな。なんだっけな、ゼロサムってさ、そんな雑誌あるよね。私あのゼロサムのなんだっけな、まあいいや、忘れちゃった。なんか面白い漫画がちょこちょこあった気がするんだけど忘れちゃった。うん。これだから、主人公は家を出たっていう認識で OK？ なんかすっげえ荷物がいっぱいあるけど。あ、そこになんかあるな。これはちょっと記憶集めるの結構大変じゃない？なんかすげえ広い気がするんだけど。あれ？これどうやって行くの？あ、これ、ん？あ、こっから行けるのか？あれ？行けない。あ、これ列車を抜けていかなきゃダメってことかな？もしかして。これだから列車、この列車の中とかにもなんかあったりするのか？そう考えたら。ここ入れたりする？どっかから。入れそうなんだよな、意外と。まあいいや、一旦ちょっと。あ、これ、記憶だよね。何これ？これ何？材質は木みたいだけど、なんだ？
笛なのこれ。笛なの。ほん、これ、どういう仕組みでなるのこれって。なんか、笛感なかったけど。まあでもなんか、多分思い出深いんでしょうね。列車の汽笛を思い出させるってことかな？つまりは。こっちとか行ける？ここは行けないんだ。この辺とかにもなんかあったりするんだろうな、きっと。あ、なんか怪しいよな、このアベリー。うまいこと隠されてるんですよね。なんかね、絶対向こうのエリアにもまだまだ記憶があったんじゃないかなっていう気がちょっとしてんだけどな。まあ、後で見に行くか。ないのか。ちょっと、あんまりこんなことやってると酔っちゃいそうだから、すいませんね、なんか。だから扉はこれ開いてないところは開かないんだな、きっと。で、さっきなんかあった。何これ、うなこはクールのキャラじゃないな。帽子かぶってんのか。うなこはクールじゃないだろ。熊の車掌さんみたいなこと。コンダクターだから車掌なのかな。だからなるほど。もしかしたらこいつだけカバンに詰めて主人公は家を出たのか。そんな無謀なことするかな。だいたい一エリアにね4つぐらい記憶があるっぽいから、そう考えるとなんか私は多分1個ぐらい見逃してんじゃないかなっていう気がしてならない。気持ち悪い色のライトだな、あれ。あれブラックライトの色だろ。あれ一応触っとこう。なんだろうな、単に実績とかで隠されてるだけだったらまあいいんだけど、エンディングに関わるとかだったら、泣くしかないね。あ、そこになんかあるね。カバンですね、これ。なんか一個見落としてんな、きっと。旅行カバンだね。トム・ソーヤー言ってんな。アンドロイド？アーチメイジ？この辺のね、比喩表現がやっぱ難しいんですよね、訳してるときにさ。で、おそらく多分もっと戻んないといけないんじゃない？まあ確かに、これが主人公の絵のタッチだとするんだったら、まあ、万人受けするっていうか、その、まあアメリカのコミック、そういうヒーローもみたいなんで流行るタイプの絵では確かにないかなって気はするよね。まあちゃんと見たわけじゃないけど、例えばそのスパイダーマンとかバットマンとかね、マイティーソーとか、ああいうマーベルの感じ見てるとさ、あの絵のタッチでそういうヒーローみたいな、まあ一応 Z ってさ、ヒーローだったりするわけでしょ。まあ This is アメコミみたいな感じとはちょっと違うよね、絵のタッチが。そういう意味でその、まあ時代、今だったらね、認められたのかもしれないけど、時代がちょっとこう、彼らの絵とは
合わなかったっていう可能性はあるのかなっていう。こことか怪しいんだけど入れるかな。あ、そこ多分なんか青くなってるってことはここにあるんじゃないかな。ここになんかありそうだな。どっから入る？これどっから入るんだ？そこ開いてるか。これ開いてるか。こっから行けますね。よいしょ。うん。やっぱこの下の4体はセットなんですよね、これ。うん。多分この辺は主人公の書いたもの、まあ、友達なのかな？どっちなんだろう。私今ちょっと不安に思ってんのはさ、オープニングの時にさ、交通事故みたいな音がしたじゃない？あれもしかしてさ、友達が、あった。友達がなんか、かなって思ったんだけど、どうよ。うん。車掌の帽子。フロリダに行ってるってことかな？もともとどこに住んでたんだ？うん。まあ、多分なんか、もう全然違うところに、たんでしょうね。まあそういう時期もあるよね。こうなんか、まあこの主人公がそうかは分かんないけど、たまにいるじゃん、自分探しみたいなことする人。それでさ、こう自分が見つかりゃいいんだけどさ、大抵見つかんないんですよね。大抵見つかんない。うん。よし、じゃあこのエリアの記憶は全部集まったっぽいので、多分、うん、向こうに扉があったから多分そこでしょうね。うん。ここは本当なんかひときわ広いっていうか、かなり印象に残った場所なのかな、この駅ってのは。ん？あれ？あ、え？あ、あるか。びっくりした。遠目だから分かんなかった。ちゃんとあるよね。うん。ないと困りますよ。ただ覚えてねえな、これ。ちょっと待って。いつものあいつがいるよね。いつものあいつはここにいて、いや、こうか。こうか。よし。いつものあいつじゃダメだな。ちゃんと名前を覚えてあげなきゃダメですね。お、来たね。拠点。我らが拠点。Principal photography on the Zed movie starts next week. Weird to hear, huh? Especially not to be involved. They contact you to advise? You'd let me know, right? Somebody, can't say who, snuck me a script. There's a few good lines. They kept the framework. There's still plenty that can go wrong, I hear. That's me.いや、なんかもう声からしてさ、声からしてこう絶望じゃないけど感じられるよね。いや、だってさ、子供の頃からずっと書いてきてたのにさ、自分たちのものじゃなくなってるわけでしょ。そりゃ辛いよね。うん。これは Z の世界観なのか？わからんけど。
結構友達の考えることはむちゃくちゃって言ってたから、こういう荒唐無稽な、ね、アバンギャルドな世界を Z が旅しててもおかしくないんだけど。っていうか私は一度もまださ Z の実物を見てないんじゃないかな。そんな気がする。ずっと鹿だと思ってたけど違うっぽいよね。まあいいや。行きますか。また下水道？これ。So, let's face the music. これ下水？い Should have や、been there. Boy needs 下a 水っ father. ていうよりなんか、We were, preoccupied. 下行けるAnd な。judging from the way things turned out, we're no better at being a ちょっと、dad than あ、でもそこに記憶が。dad. あ、なんかどんどん深く潜れそうだぞ。こっちは？そこに記憶あるからそれは拾っていくけど、こっちはこっちでいけそうだな。うーわー、どっち行くよ、これ。あ、でも記憶が向こうにあるってことはこっちが順路っぽいな。あ、でもトロフィー、これ。ボトムズアップって書いてんな。なんかトロフィーっぽく見えたね、今。結婚したのか？友達結婚したってことかな？これ、結婚祝いやんかな？主人公こんな使い道のよくわかんないものを結婚祝いに送ったの、友達に。あれ何？あれ。ちょっとわかんなかったんだけど。ちょっとすいませんね。ちょっとこっち気になるから行きますね。なんか向こうにずっと続いてたっぽいから、記憶がね。あっちが正しそうなんだけど、ここはここで行けるからさ。あ、でもなんか綺麗。なんかすごくない？この、ほら。めっちゃ綺麗よ。蛍光灯がすごく場違いな気がするけど。しかもあれ、なんか普通にオフィスとかに使ってる棒状のやつじゃん。あ、ここにもある。さっきのがなんかワイングラスで、これマグカップってことか。ちょっと読みづらいけど、ワールズワーストダッドって書いてる。世界一ひどい父親ってこと？世界一ひどい父親でしょう。っていうことかな。まあ、確かになんか主人公父親のことなんかディスってたよね。火炙りが行われてたら真っ先に見に行くだろうみたいなこと言ってたよね。うん。父親は嫌いだったのかな？確かに、あ、お前なんだっけ名前。忘れたわ。確かに、母親とかおじいちゃんの話は出てくるんだけど、父親がさ、あんまりなんか、出てこなかったよね。なんだろう。まあ、もしかしたらだけど、父親は、主人公がずっとこう、絵ばっかり描いてるのを、よく思ってなかったのかもしれないよね。さて、じゃあ、心置きなくこっち進めるな。うん。いや、ちょっとこの先どうなっていくんだろうな。え、ほら、なんかガードレールある。ガードレールあるんだけど。なんか嫌な予感がプンプンするんですけど。やっぱ交通事故の音は、友達が、何これ？え？犬？
暗くてちょっとレリーフが読めない。あ、なんだっけ、あ、犬の名前なんだっけ。そうそう、主人公なんか犬に対しても結構ひどいこと言ってたよね。生き物めんどくせえつって。ただなんかこう犬の顔に見えないね。この角度だとさ、ゴリラ感がすごいんだけど。全然世話しなかったでしょうってことだよね。うん。名前なんだっけ？うわぁ、忘れ、なんだあれ。あ、でも車が燃えてる。やっぱ交通事故だよね。交通事故は多分だけど友達かなっていう気がするんだけど、これはちょっとレリーフが読みづらい。モースト、見えねえ、モーストなんだこれ。アンフェイスフルかな。ちょっと字がわかりづらいけど、最も不幸でしょうみたいなことかな。ピロートーク。ピロートークってことは、そういうことだよね。まあ、女性と一緒に、まあ、一晩過ごしたんでしょうね、きっと。でもこれ、言葉のこの勢いがさ、本当のことを言えって言ってるよね。どういうこと？ただの事故じゃないのか？何があったんだ？なんか記憶全部集まったらしいけど、記憶全部集まったのか本当にこれ。なんだ？ん？鹿？なんて言ってんだよ。これだから要は、鹿が飛び出してきて、We never got to know him.Yeah, let's face it, we never really knew her either. ふう。ん？鹿を避けようとして、こうなったっていうのはなんとなく分かった。ただこの事故で、これだから、まず友達は多分ここに乗ってたのかなって気がするんですよ。で、奥さんも乗ってたのかな、だから。友達夫婦が死んだっていうことなのか。ちょっと訳してみないと何とも言えないですね。この辺はやっぱリアルタイムに英語が理解できた方がいいっちゃいいんだけど、あー、この像見覚えがあるな。よし、行った。なんか怪我してる。あ、だから事故でってことか。うん。これは？ The reunion tour rolls on. でか？え？ Knew we'd get here sooner or later. でか？ Here lies Thamer Malone. 何これ？ Born February 2nd, 1930. Left the building March 1970. 俺がちっちゃくなってんのかな、もしかして。Mostly meaningless life.
これがなんか虫キャラのようにちっちゃくなってる。うわ、こんなちっちゃいからこそこの汚れがわかるね。うわー、嫌だわこれ。見たくなかった。Something to say on his behalf? Speak now or forever hold your peace. よし。Look, no eggs, no omelets, right? Hello? No eggs, no omelets. これ家か。これ自分家っぽいよね。The silent treatment?ノーエッグスノーオムレツってなんかノーミュージックノーライフみたいに言うなよ。卵がなければオムレツはできない。これが今回の絵かな。Do we hate each other? うん、あ、こいつ触っとくか。あ、触れない。うん。You know we need to work together to survive. Of course I do. I'm the practical one.うん。OK? よし。これはシェーバーかな?ヒゲ剃りっぽく見えるけど。ヒゲ剃りなのかなこれ。美顔器ではないよね。スプリッティングヘアーズ。あ、だからやっぱカミソリかな?うん。なんか父親のこと言ってるね。これはだから父親を象徴する何かがここに集まっている。そこになんかあるけど。しかしこうサイズがちっちゃくなったらこんなとこまで見えるんですね。こんな汚れを見たかったわけじゃないんだけど。睡眠薬だ。睡眠薬に Z 印がついてる。5mg。寝るときにこいつを1、2錠飲んどけば安眠できますよってことか。うん、友達の家で夜更かししてたってことか。友達の家で夜更かしをしていて、友達の父親がこれを飲んでたってことか。なんかだんだんおかしくなってきた気がすんの、気のせい。あそこに、ピカソがいますね。一応触っとくか。汚ねえ。汚ねえ。あれ?これ、首輪か?あ、思い出した。ルーシーだ。犬。ルーシーの、いや、違う。これ首輪じゃないな。ベルトだ、これ。多分。多分これベルトですよね。ん?That was never a particularly meaty guy. Lost a lot of weight. あ、だから、親父太ってなかったけど、死ぬ間際には、だいぶガリガリになってたってことか。うん。あ、だから食欲もなくって、もう、残してたってことかな、多分。あ、だからベルトが、これ見た?今。ベルト、こんな奥まで入るぐらい痩せたんだ。でもなんか父親のことさ、ディスってたよね、ずっと。まあ、それでもやっぱ、死ぬってなった時は、え?
や、まあ、ね、アメリカって銃社会だからさ、こういうのが一家に一個あってもおかしくないんだけど、なぜ？なぜ？いやいや、これは違うよ。きっとこれは本物じゃないよ。モデルガンかヤガンか、そんなんでしょ、きっと。本物臭くない？これ。自殺って書いてない？これ。自殺の半分は、じゃあ北アメリカの自殺の半分は？いや、違う、多分。銃を使って自殺する人が多いってことを言ってんだな、きっと。じゃあさ、そういう人が身内にいたってことじゃん。そんなとこに、あれ、扉あった今。銃を使って自殺したってこと？親父が。さっきの事故はやっぱり友達なのか。まあ、でもなんか、かなりこう、人生の暗黒期に入ってきてるなっていう感じはしますよね。これ角がこうあるってことは、ここか？あ、違う、これ角じゃないわ、これ。多分、なんか、だいぶ絵がラフになってきたな。あ、こっちだ。こいつこっちだ、多分。よいしょ。で、ここに来るんだ。で、こいつはここに来て、違うな。こうか。で、こう。よし。OK。とりあえずこれで次のチャプターに行くっぽい。Reviews are out, my friend. A lifeless, soulless husk of a summer film.Poorly conceived and badly executed. No purpose beyond thoroughly detailing the bottom of the barrel. It's not just the critics. I showed up opening to an empty house. Z に対する酷評ってことなのかな？ Reeked of nobody caring. I swear, Zed's farther away from finding his place in the metaverse than ever. And I don't know about you, but.I ain't seen a dime. I tried doing some Zed sketches at a convention to pay the bills. And guess what? Plimco threatened to sue. Let me ask you. Where was that erstwhile protection of the character when that movie got made? だから映画では表現できねえだろ？ Zed の世界はってことを言ってるっぽいですね。